こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を暗示に筆で書いています。今日の前後は、落下を惜しむです。落下は主に時節の移ろいの虚しさとして詩に歌われる。大井の詩に落下せきせきたり山に泣く鳥とあります。仏教では無常の例えとして用いられる。消防現像に花は愛着に散り草は危険に這うるとあります。テーマから落下を惜しむを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。